どうも皆さん、今日はローマに来てます。地元でございます。ほらコロッセオですね。そしてね、素晴らしいところ観光客たくさんいますね。コスタンティーノスの凱旋門のお店へいたします。どうぞこちらです。ほら見てください。これはね、コスタンティーノスが戦争があった。誰これ、アンベリーチャスさ、なんでここにいるの。出張で来た。出張誰それ。首相国の小泉首相。イエス、なりました。おめでとう。なんだ全然通じてない。何してるのここで。あの仕事で来た。仕事、何の仕事だったっけ。靴の仕事。靴の仕事。そう実家ね、すぐそこなんだよ。僕の実家すぐそこだからさ。じゃあ地元一緒だったんだ。一緒だと思うよ。一緒だったんだ。近いかもしれないけど。え、フグ、コロッセオに僕の方が近いかもしれない。そんな話どうでもいい。俺の方が近いんだよ。俺はだってサンジョバンニの病院すぐそこ歩いて7分ぐらいのところで生まれたんだよ。チルコマッセもすぐ近くに。で病院ないんだよ、そこ。病院はファデベネフラデッリ。まあ、ファデベネフラデッリ。オニャ。テベロの真ん中だぜ。テベロの真ん中でもこっちからもっと遠い。どうそういうことですよ。初めてだからね。皆さんにちょっと地元の美味しいところを紹介したいと思いますので、ぜひ一緒にこのメンバーで、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。お願いします。名前なんだったっけ。アンドレアでございます。アンドレア君とね。はい、お願いします。Grazie. Buona giornata. Sugattane. Ciò scatta. Ciò carbonara da te. Ciò carbonara, ne. Ma ここ有名なところですね。もうちょっと日本の方にね、来てもらいたいね。本当に、多分ローマ一美味しいカルボナーラ食べられるから。そう、ここね。すごいすごい。本当に見てくる。すごいことになってますね。あーということでね、本当にね、美味しかったですね。もう素晴らしいレストランです。ロッショーリ、ローマのこの辺となんていうところ。ここはビアジュボナーリ、あのカンポデフィオリ。カンポデフィオリね、有名なあの市場あるところ有名ですから、皆さんぜひローマに来たらこのロッショーリに来てください。もうお腹いっぱいです本当に。歩かないね。まあ、とりあえず行きますか。じゃあ次ちょっと行きましょう。次でも。Namo, namo, namo, piace il caffeino de rido, avascia, avascia di tutti i sistemi.